公式の代入だけだから簡単だよ。やってみます。さきちゃんはこれくらいわかるわよ。勉強嫌いだけど。よかった、合ってる。水瀬さんできた？水瀬さん、わかんないの？いや、そのちょっとトイレに。お、全然わかんない。このままじゃバカだと思われてさらに幻滅されちゃう。とにかく今のうちに解き方を調べて。もしかして体調が悪いんじゃ？水瀬さん大丈夫？体調悪いの？しまった、30分も。そうです、実はちょっと。今すぐ救急車呼ぶから。元気です。どっちだってこんなに長時間。ちょっとそこは察しなさいよ。でもこのままじゃ。でも大丈夫、直也君にバカだと思われるのは。でも、いや、なかなか出なくて。直也、あんたね。ごめん、本当にごめん。いいので。好感度は守ったかもしれないけど、別の何かは失った気がする。でも失った何かに報いるためにも絶対にここは乗り切る。少しでも直也君に魅力的に見られたい。少しでも好きになってほしい。少しでも長く一緒にいたいから。あ、わかった。直也君。水瀬さん、その先は本当に。それはもういいです。それで因数分解ですよね。こうなってこうで。はい、もちろん解けます。間違ってるね。あれ